若駒ステークスとは日本中央競馬会が京都競馬場の芝2000メートルで施行する特別競争で国際的にはリステッド競争に格付けされている競争である。京都競馬場の4歳の混合の別邸の芝2000メートルのオープン特別競争ジュニアステークスとして施行されたのが始まり。1989年に現在の若駒ステークスに解消され、 1994年は京都競馬場の改修工事のため阪神競馬場で施行され、1996年から特別指定交流競争に指定された。なお、1998年のみ芝2200メートルで施行されている。クラシック競争のトライアル競争への登竜門の一つで2歳末にデビューをした有力馬が出走することもあり、クラシック戦線を占うのに、 重要な一戦になる場合がある。出走資格は、サラ系3歳の JRA 所属の競争場と、JRA に認定された地方所属の競争場及び外国調教場。負担重量は別定で56キロ、品馬は2キロ減を基本とし、収得賞金額1150万円ごとに1キロの負担が課せられる。総額賞金は三千八百万円で一着賞金二千万円。 二着、賞金800万円、三着、賞金500万円、四着、賞金300万円、五着、賞金200万円と、定められている。なお、1956年10月21日に、東京競馬場で、ジュニアステークスという旧三歳重賞が行われた、ことがあるが、この競争は一回限りで廃止になっている。ちなみに、 その競争の優勝場はラプソデーで、後に、ッカ賞を優勝している。2014インターナショナルカッタロギング、スタンダーズブック2014年12月8日閲覧、平成31年度リステッド競争一覧、日本中央競馬会、2018年11月21日閲覧、1月16日からの競馬場、ウィンズ等の営業、日本中央競馬会、 2021年1月14日閲覧。2015年レース結果 NETKEIBA.COM2015 年1月26日閲覧2016年レース。結果 NETKEIBA.COM2016 年3月4日。閲覧2017年レース結果。Yahoo! 競馬2017年1月21日閲覧2018年レース結果。 ヤフー競馬2018年1月20日閲覧2019年若コマステークススポーツナビ2019年1月20日閲覧2020年若コマステークススポーツナビ2020年1月28日閲覧若コマステークス結果払い戻し2021年1月23日中京 10R 中レース情報 NETKEIBA.com 2021年1月23日閲覧。ありがとうございます。